はい、原宿のモッシュに来ました。こんな感じです。なんかこの白いやつもあります。色なしのやつです。いっぱいあります。はい、お店から帰ってきました。で、今ホテルなんですけど、買ったスクイーズを触って紹介したいと思います。袋はこんな感じで、前行った袋とね、変わってますね。私が持ってるクレアさんとかでももらえるやつとはちょっと違って、アイブルーム東京って書いてありますね。最近の新作のスクイーズとかも書かれてます。はい、で私が購入したのはこちらになります。この新作のスクイーズを買ってみました。こちらはロリポップっていうやつで、何だったかな、この子なんか一人だけクレアちゃんっていう子がいて、なんだっけ、たぬき工事にあるクレアさんの名前に似てるとか思ってて、それしか覚えてないんですけど、この子がクレアちゃんだったかどうかは覚えてないですね。せっかくだったらクレアちゃん買えばよかったかなって思うんですけど、この子がクレアちゃんなんだかわかんないんですけど、なんか海外の方がインスタに載せてて、なんていう子だったかな、ちょっと見ればわかるんですけど、はい、こんな感じで、とりあえずこのちょっとよくわかんないんですけど、この子を紹介しますね。それぞれなんか3人名前があるんですよね。あー、いい匂い。多分イチゴの匂いですね、この子は。この袋も可愛いですよね。はい、こんな感じです。で、すごい角度から撮ってるので触り方が変で申し訳ないんですけど、こんな感じです。変わらず、いつもと変わらずすごい低反発です。なんかプリキュアに出てきそうなキャラクターみたいな感じで、すっごい小さい子とかも好きそうな感じの可愛い女の子ですね。女の子じゃないや、女の子だけど可愛い子ですね。なんかロリポップの子みたいな感じなのかなと思います。ロリポップって書いてるんで。はい、という感じで今回は一つだけ買ったんですけど、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。